オランウータン。オランウータンとは、ヒトカオランウータン族、ポンゴに分類される構成種の総称である。語源は、オランフタンイコール森の人である。アジアの熱帯のみに生息する。ヒトカとオランウータンアカの分岐は、約1、400万年前と推定されている。インドネシア、スマトラ島北部、ボルネオ島、マレーシア、ボルネオ島、 体長オス9 7ンチメートル、メス7 8トル。体重オス60から9 0ラム、メス40から5 0ラム。全身は長く荒い体毛で覆われる。毛衣は赤褐色や褐色。顔には体毛がなく、皮膚は黒い。なお、弱霊個体は頭頂部の体毛が、逆立ち毛衣が、明大大色で、目や口の周囲が、ピンク色である。ただし、 非常に稀な例ではあるものの、アルビノの個体も確認されたことがある。オランウータンの腕は、足の2倍の長さがある。これは、上腕骨ではなく、頭骨と尺骨が長いことによるものである。指とつま先が曲がっていて、そのため枝を上手につかむことができる。大腿骨を骨盤に放置する股関節の人体がない、ため、人や他の霊長類と異なり、オランウータンは、 足の動きに制約が少ない。ゴリラやチンパンジーとは異なり、オランウータンは、ナックルウォーク、軽く握った指の第一関節から二関節の間を、地面につけるをしない。地面を歩くときは、第二関節から第三関節の間を地面につけ、腕で、体全体を前後に、振り子のように振りながら、前に進む。このとき、体の側面と手の甲は平行になっている。 俗名ポンゴは16世紀にアフリカ大陸で発見された人のような怪物、ゴリラもしくは原住民と考えられているに由来する。オランウータンという名前はマレー語で森の人の意で、もともとは海譜の人が奥地に住む住民を指す語だったが、ヨーロッパ人によって本種を指す語と誤解されたことに由来する。旧アミオや中国名は症状に由来する。アラビア語では マレー語を直訳して、と称される。以前は、オランウータン一種ポンゴピゴメヤスから構成され、元アシュボルネオランウータン PP ピゴメヤスと、アシュスマトラオランウータン PP アベリの2ア種に分かれていた。形態や生態、分子系統学的解析からアシュを独立種とする説が有力となった。2017年にスマトラオランウータンのトバコ、イナンコ大群が、 形態や分子系統解析から、タッパヌリオランウータンピーテイバニューリーンススとして、分割、新種記載された。スマトラオランウータンとボルネオランウータンは、遺伝的、形態的、生態的に異なる点が多いが、飼育下では、交雑が可能である。しかし、雑種個体は、純血個体に比べて寿命が短く、幼児死亡率が高いことが報告されており、 別種とするのが適当と考えられる。彼らの祖先は、マレー半島とその周辺にも住んでいたとされる。1932年、インドでルイジンザルの下顎の骨が発見され、ラマピテクスと命名された。これはかつては、現世人類の共通祖先とされていたが、1982年に完全な頭骨が新たに発見されて、 オランウータンの外なる系統であることが明らかになった。さらなる調査の結果ラマピテクスの生息年代は1300万年前と確定され、オランウータンの系統が1300万年前までに一赤との分離を果たしていたことが確実とされている。その後、度重なる寒冷化によって住処となる森を失ったことと人類の狩猟の対象になったことから大陸では絶滅し、 現在に至っている。低地の熱帯雨林に生息する。木の衛生。広い行動圏を持ち、メスよりもオスの方が行動圏が大きい。1日あたり200から300メートルを移動する。単独で生活するが、採初の際に一つの樹木に複数個体が集まることもあり、幼獣や弱霊個体では、集団で遊ぶ、ペアで行動する、子連れの母親の後をつけることもある。 オスは大きな叫び声を上げ、縄張りの主張やメスへの求愛の役割があると考えられている。オス同士が遭遇すると喉を膨らませる、木の枝を揺らしたり折る、叫び声を上げながら突進するなどの威嚇を行うが、噛みついて争うこともある。植生は雑食で、主に一軸族、ドリアンパンノキマンゴスチンライチランブータンなどの果実を食べるが、植物の目、葉、樹皮、昆虫、 蝶類の卵、小型哺乳類なども食べる。食物を効率的に探すルートを取ることから、季節、食事の位置を把握していると考えられ、他の動物の動きで食物の位置を察知することもある。軌道に溜まった水を手ですくって飲む。妊娠期間は260から270日。出産間隔は通常6年で短くても3年。食物条件の良い環境では、 出産間隔が長くなる。授乳期間は3年。幼獣は母親と4から5年は一緒に生活するが、生後3から7年で母親から離れて行動し始めるようになり、生後5から10年で思春期を迎えたり母親が次の幼獣を産むことがきっかけで独立することが多い。メスは生後12年で初産を迎える。スマトラ島では、 小枝を使って硬いドリアンの実を開けて栄養豊富な種を食べる。また、枝置きのほらに差し込んでアリや白アリなどを釣って食べる。飼育家やリハビリテーションセンターではよく道具を使用するが、野生での道具使用の例は最近まで発見されていなかった。なお、ボルネオ島では道具使用の報告はほとんどない。東南アジアの熱帯ウリンでは、 一斉開花と呼ばれる現象があり、数年に一度だけ森の木々が一斉に開花、結実する。一斉開花の年以外は、果実生産は低調で、一軸を除くと、ほとんど果実がない時期もある。特に、ボルネオ島ではこの果実がない期間が長く、一斉開花の年に食い止めをして、体内の脂肪を蓄え、果実が少ない時期はこの脂肪を消費しながら与えている。 一生開花の年の1日の摂取カロリーは、大人のオスで8000キロカロリー以上になるが、非果実期には4000キロカロリー未満と半分以下に激減する。非果実期には、樹皮や芯葉などを食べながら溜め込んだ脂肪を消費して、しのいでいる。スマトラ島では非果実期でも一軸の実が豊富にあるので、樹皮や葉を採食することは少ない。一回に生まれる幼稚の数は伊藤、双子の報告は、 ほとんどない。この死亡率は非常に低く数パーセントという報告がある。寿命はまだよくわかっていないが、飼育下では50年生きた個体もいる。スマトラでは少なく見積もっても53歳に達している。メスが乳児を抱えて元気に生きている例が報告されており、オスに関しても少なくとも58歳まで生きたという報告がある。メスが生まれた場所、群れを離れて、 移動、分散する、アフリカ大型類人猿とは異なり、DNA 解析の結果オスもメスも同程度に分散している、可能性が指摘されている。しかし長期研究が行われている、調査地ではメスが母親の近くに泊まる例も観察されている。夜には毎晩一頭一頭が新しい巣を作って寝るが、稀に古い巣を再利用することがある。幼獣は、 母親から独立するまでは、母親と一緒の巣で眠ることが多い。握力は、オスで5 0 0ラム程度と推定されている。大人のオスが、社会的地位に応じて、形態を大きく変えるという生態を持つ。オスの顔の両脇にある張り出し、出っ張りは、フランジ、フランジと呼ばれている、別名チークパッド、ホーダコ。フランジは強いオスの印で、 弱いオスは何歳になってもフランジが大きくならない。しかし一び強いオス、フランジがあるオスがいなくなると、フランジのないオス、アンフランジが急激にフランジを発達させて、1年以内にフランジのあるオスに変わってしまう。スマトラでは20年以上アンフランジだったオスが、フランジと喧嘩をして勝ったところ、急にフランジに変わってしまったという報告もある。 フランジは一度大きくなると小さくなることはない。またオス間の関係では、フランジを持つオス同士は非常に敵対的で、時には殺し合いに発展するような激しい闘争を行う。一方、フランジのオスはアンフランジに対しては非常に寛容で同じ木で一緒に採食することもある。アンフランジ同士の間にも敵対的な関係はほとんど見られない。 フランジとアンフランジは繁殖戦略、メスとの関係が大きく異なっている。フランジのオスは大きな喉袋を持っていて、ロングコール、ロングコールと呼ばれる独特の音声を発し、発情したメスがやってくるのを待つ。アンフランジのオスはメスと変わらない小さな体でこっそりメスに近づき、交尾を試みる。アンフランジの交尾に対してメスが抵抗することが多いため、 研究者によっては、こうした交尾を、レイプと呼んだりもする。しかし、ボルネオでは、フランジのオスが、レイプをすることもある。スマトラでは、ほとんどない。一方、どちらの島でもメスが、アンフランジのオスと、積極的に交尾する例も観察されている。最近の DNA 資料を用いた、不死判定の結果からは、フランジも、アンフランジも、 同程度死を残している例が報告されている。開発や森林火災による生息地の破壊、展示用やペット用の乱獲などにより生息数は減少している。生息地では販売や飼育は法的に禁止されている。台湾では1980年代後半に1000から2000等、1990年代に3から4年で1000等の個体が密輸された。 密輸された個体の一部は、リハビリテーションセンターに収容しや生復帰させる、試みが進められていが、センター内で死亡する個体や復帰させる、自然環境がすでに消失しているなどの問題もある。1993年における、スマトラ島での生息数は9200頭、ボルネオ島での生息数は12300から15、500頭と推定されている。 1837年にロンドン動物園で初めて飼育された。日本には1792年と1800年に長崎に輸入された記録がある。1898年に恩師上野動物園で初めて飼育されたがすぐに死亡している。1961年に恩師上野動物園で飼育過繁殖に成功したが父親はスマトラオランウータン。母親は ボルネオオランウータンの主観雑種であったことが後に判明している。1970年代に血液検査により種別、当時はア種別に分けて飼育、管理が試みられるようになった。日本国内での2004年における飼育個体数は53頭、スマトラオランウータン16頭、ボルネオオランウータン33頭、 主観雑種4頭で、飼育か繁殖個体の割合が大きい。一方で、単一の飼育施設、スマトラオランウータンは、東山動植物園、ボルネオランウータンは、多摩動物公園での繁殖個体あるいはそれらに、由来する個体の割合が大きく血統が偏っている。こと、流産や死産、10から20代の個体の死亡例が多いという、問題もあり。 1990年をピークに個体数は減少している。日本ではポンゴ族、オランウータン族単位で特定動物に指定されている。アルゼンチンの動物園で約20年間飼育されていたオランウータンについてアルゼンチンの地方の裁判所は世界で初めてオランウータンに人権を認める判決を出している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。